今月18日に開幕する選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が開かれ、岡山代表の倉敷工業は和歌山東と対戦が決まりました。また開会式の選手宣誓には倉敷工業の福島主将が選ばれました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、組み合わせ抽選会はオンラインで行われました。13年ぶり11回目の春の甲子園となる岡山県代表の倉敷工業は、抽選の結果、大会初日の第2試合で初出場の和歌山東との対戦が決まりました。和歌山東という相手になったんですけど、その相手を意識せずに、やっぱり残りの期間練習してやってきたことっていうのを甲子園に出したいなと思います。また開会式で選手宣誓を行う選手には福島主将が選ばれています。全国に4000チームぐらいある中で選ばれた32チームの中で選ばれた1人しかできないと思うので、任された大役っていうのを自分自身精一杯頑張りたいなと思います。大会は今月18日から30日まで阪神甲子園球場で開かれます。